あなたの戦い見させてもらいます。決闘はどうするんだ？決闘はオーガが一人で戦います。私は参戦しません。なぜそのようなことを？あなた方は勝つ気がないのですか？あの程度の者たちなら王が一人で十分でしょう。そんな愚弄の仕方って。愚弄？愚弄してるのはあなたの方でしょ。私がどんな気持ちで戦っているか知らないとは言わせません。どうした、ユタ？集中しろ。エシャーは強い。だが奴を超えられないようではお前に用はない。お前にそんなことを言われる筋合いはない。だいぶ嫌われたものだ。この場所で最も価値があるのは絶対的な強さだ。それ以外のものなど何の意味もない。それが傲慢な考えだとなぜ気づかないのですか？この先に進めば嫌でもわかることだ。進めなければここで朽ち果てろ。だがお前は必ず勝ち上がってくる。記憶がないなどとほざいていたが、一回の馬界であるお前がなぜこうも戦える？体が戦いを覚えているのではないのか？それは今回の戦いでそのことを確かめさせてもらう。オーガが言っていました。今回はあいつ一人で戦うと。バティはどこまで人をバカにするつもりでしょう。僕は許せない。向こうがその気ならこちらは絶対に後悔させてやる。私たちの相手はオーガか。厄介な相手を背負い込んでしまったな。気をつけてください。あいつの強さは尋常じゃない。力だけなら代弁者だって凌駕してるかもしれない。オーガ、確かに奴は強い。だが勝機はある。我らを見下してるがゆえの油断、そこにつけ入る隙がある。大丈夫だ、安心しろ。私たちは負けない。十分に策はある。とりわけ命を懸けた勝負ってのは単純な強さで勝敗が決するものではないだろう。もっとも、奴に勝った後戦うことになるのはお前かもしれないがな。
お前らが相手か。ミューシャはお前の連れと仲がいいようだが、まったく、なんでこうなっちまうのかね。お互い協力し合って、なんとか戦いを回避する方法を見つけ出しましょう。今さら無理だな。さっきの代弁者の野郎の忠告聞いたろ。もう戦いは避けられない。そんな、そうまでして不老不死が欲しいのですか。不死か。そんなもの手に入れても人生がつまらなくなるだけだ。不死に興味がないのですか。見たところ胸を患っているようですが。お前わかるのか。ええ、あなたの仕草で大体ですか。ミューシャに言うなよ。あいつは気づいてもいねえ。まあなんつうか、寿命が来たら次の世代に希望を託す。もしその半ばで死んじまったとしても、そりゃ運命として諦める。俺はそういう生き方をしてきた。ミューシャとも再会できた。何の未練もねえよと言いたいとこだが、俺はミューシャをこんなくだらねえとこで死なせるわけにはいかない。あいつのためなら屍を積み重ねることに何のためらいもない。お前だってそうだろ。そこの姫さんを守るためなら俺たちを切り伏せる。その覚悟はできたって顔してるぜ。あゆた。こんなのって、マナ、私たち、ミューシャ、これが全て夢だったら、どれほど良いことか。私は、戦争で親を亡くした子供たちを育てているの。血は繋がっていないけど、時には母として、姉として、時には親友として、とてもとても大切な子たちなの。私が帰らなければあの子たちがまた路頭に迷ってしまう。だからごめん。いやです。やめてください。なぜそのようなことを言うのですか。ごめん。マナ様、これが彼女の覚悟です。俺たちは受け止めなければなりません。
。より強き者に栄光あれ。どうして戦わなければならないんですか？マナ、私だって気持ちは同じよ。だが戦わなくても死ぬ。奴の思い通りってことですね。そうなるね。おかしいです、こんなのおかしいです。マナ様、戦うしかありません。そんな、私はダメ、戦うなんてできない。マナ様に戦いを強いるなんてできるか。俺が守り抜いてみせる。雑念はこの戦いが終わった後に。私で支えられるのなら。死を司る炎よ。必ずお守りします。あなたたちはなぜ戦うのですか。炎よ。永遠をもたらす霊気を。死を司る炎よ。必ずお守りします。私で支えられるのなら。はっ。ガラ空きなんだよ。死を司る炎よ。永遠をもたらす霊気よ。クソ、このままでは。アユタ、もう十分です。あなたはよく戦ってくれました。私はここで死んでも構いません。誰かを殺してまで生き残りたくはないのです。ダメです、俺はマナ様に死んでほしくありません。アユタ、それにユイノはどうするのです。生きてお屋敷に帰るのではなかったのですか。しかし私たちの力ではエシアたちには勝てません。悪いな、そろそろとどめを刺させてもらう。エシア、なるべく苦しまないように。分かってる。くそ。
が欲しい。もっと力が。俺はマナ様を守りたいんだ。何？力が増してる。あなたたちを手にかけたくはない。でもそうしなければ、マナ様が守れないなら俺はためらわない。可能性なんて自分で手繰り寄せるものを。アイタ、援護します。はぁ、空きなんだよ。危ない。負けるわけにはいかないんだ。死を司る炎よ。手を離さないで。はっ。痛みに溺れもだえなさい。無茶はしないで。いける。あぁ、再生の力よ。何？に一戦にて。私にできること一つずつ。いける。あぁ、再生の力よ。おりゃ、これでもう大丈夫です。可能性なんて自分で手繰り寄せるものを。私で支えられるのなら。おりゃ、はっ。あ、死を司る炎よ。永遠をもたらす霊気よ。この細道こじ開ける。私で支えられるのなら断ち切る。そ、おりゃ、これで負けるわけにはいかないんだ。手を離さないで。では、おりゃ、大丈夫、俺を信じ。おりゃ、ガラ空きなんだよ。くそ、雑念はこの戦いが終わった後に。回復は任せてください。散りゆけ。こんなつまらないところで。なんとか打ち勝てた。なんで、なんでこんなこと。勇者、ごめんなさい。私、謝ることはないわ。お互い全力で戦ったのだから。でも残念ね。もっとあなたといろいろと話をしたかったな。私もです。私たちきっといい友達になれたね。やめて！勇者を連れて行かないで！
アユタ、最後まで諦めるんじゃねえぞ。さようなら、マナ。どうか生き延びて。マナ様、落ち着いて。いや、もういや。なんでこんなことをしなければならないの。つまらん。実につまらん。決闘前の威勢の良さはどこに行った。バカな。やつはまだ武器を握ってすらいないのに。パートナーがいない相手に。でも足も出ないなんて。お前たち。もういい。すまなかったな。楽になれ。いる形では相手になりませんでしたか？貧弱すぎる。これでアルカアレーナに呼ばれようとはな。それで、もう一方の決闘場ではどちらが勝った？アユタが勝ちました。戦いぶりを見ましたが、やはり彼は。そうか、それはいい。思った通り、アユタだけのようだな。この私を楽しませてくれそうなのは。オーガ、私はあなたのようには強くはいられない。だって彼らは